となっております。考察する方は設定だけ、参考にしてくださいね。キャサメリアとセッカから呼ばれたけど、何の用だろう。この城、大きさだけで、太陽と同じ大きさらしいから、本当、移動に困る。セッカー、来たけどいる？あ、ちょっと待って、まだアクセサリーがついてないの。ごめんね、メリアちゃんからの要件をまとめてたら時間過ぎちゃってて。いいよいいよ、それよりメリアはまだ来てないんだね。うん、今日専属新会議だからそれの準備してると思うわ。ああ、俺が絶対に参加しちゃいけない会議のやつか。でもセッカは本当、大人っぽくなったよな。旅を始めて、多くの経験とか、出来事、思い出を重ねて、本当に驚くほどセッカは美人になった。まさか今まで伸ばしていた髪を切るとは思わなかったけどね。今のセッカは俺にとって、かけがえのないパートナーであり、大切な存在だ。何ぼーっとしてるの？ほら、地球では私の旦那様なんだからしっかりする。あれ、そんなにぼーっとしてた。ゴーンな顔して見てたわよ。エッチ。待て、確かにセッカは綺麗になったな、とは思ってたけどエッチなことは何も考えてないぞ。ふふ、つまり魅了してたってことね。あ、もう、俺ちょっとメリア呼んでくるよ。そうね、私もまだ準備できてないから、そうしてくれるとありがたいわ。それじゃあ行ってくるよ。あれ、ことかミアリシアじゃないか、どうしたんだ。パトさん、おはようございます。あのですね、メリア様がまだ起きてこないので、どうしようかなって。最近ずっと動いてたから疲れてるんですよ。慌てず待ちましょう、ことか。そうですね、アリシア様がそうおっしゃるなら。俺もちょうど、メリアに用があったから俺が起こしに行くよ。パト様、申し訳ありませんがメリア様の様子をお願いできますか。秘書も大変だね、アリシア。いえいえ、ソルテほどでは。ソルテ様、パトさんのお世話と管理ですごく苦労。あ、はは、大丈夫だよことか、俺も自覚してるから。さて、メリアを起こしに行くか。私たちはここで待ってますので、お願いします。了解。メリア、起きてる。寝てるな、こやー。奥の部屋まで行ってみるか。あ、やっぱり寝てた。メリア、もうみんな待ってるよ、起きてー。ご主人、すいません、今何時ですか？9時だね、アリシアとことか待ってたよ、俺とセッカも待ってるけど。すいません、今すぐに自宅します。それじゃあ、俺はメリアのまで待ってるね。はい、お恥ずかしいですね。ごゆっくり。メリアのあんな姿久しぶりに見たな。普段はずっとしっかりしてるから、こういう時は俺やみんなに甘えてもらいたいよね。メリアもすごく美人になった。俺とより密な関係になってから本当変わった。俺が以前プレゼントした、世界中の花を使ったこんにゃくのベールを身につけてから、以前より可愛くなった。メリアはずっと俺を支えてくれて、今は専属神のみんな、従属神、その他の僕の配下の神全員の面倒を見てくれてる。本当、メリアには頭が上がらないよ。はぁ、みんな本当どんどん綺麗になっていくよな。ご主人、顔が緩んでますよ。メリア、いつの間に背後に。ご主人、まだ顔が緩んでますよ。もう。悪い悪い、それじゃあ早速セッカのところに行くか、待ってるだろうし。その前に、ちゃんと挨拶。おはよう、あなた。おはよう、メリア。こうやって、間違いなく、俺とメリアの仲は今まで以上に深まってる。はいはい、みんな待ってるからね。そこから挨拶のキスもなんて言わないでよ。ダメ。うん、ダメ。なら仕方ありませんね。寝坊した身ですから、今回は受け入れましょう。それで、私とパトになんか用事があったんでしょう。はい、ですが時間もありませんし、それは次回でお願いします。もう、専属新会議の時間です。そうね、ならまた空いた時間に聞くわ。それじゃあ、私とメリアちゃんは専属新会議に行ってくるから、ゆっくりしててね。ごめんなさい、ご主人、次はちゃんと時間空けますね。いいよいいよ、それじゃあ頑張ってねー。みんなもう揃ってますね。時間的にそうだと思ったけど、やっぱり私たちが最後だね。みんな、遅くなってすいません。今から専属新会議を始めますので、所定の位置にお願いします。はい、それでは第4回専属新会議を行います。私たちだけしかいないし、リラックスして話しましょうね。今回は仕事の結果報告。ではなく、ご主人の日頃の生活態度や、みんなとの関わりを詳しく聞こうと思っちゃってます。今日はどんどん暴いちゃいましょう。あまり、プライベート的な内容は控えましょうね。さすがにパト様がかわいそうというか、なんというか、絶対に前回みたいなワイダンだけは勘弁してくださいね。わかってないですね、アリシア様。それこそこの会議の真の目的なんじゃないですか。本当お願い、あれは本当に恥ずかしいの。
でもなぁ、ねえかな。そうだね、私はその情報がアルジの健康面のいい情報になるからすごく聞きたいね。私だけの情報だとどうしても辻褄が合わない時があるからね。だよねだよね。私は添い寝とか無ルをしてくれるだけで満足です。可愛いわね、ハクちゃん。私も無ルさせて。ナル様、それは、やめてください、ハクが困ってるでしょう。みんな気にしすぎなんだよ。普通にパパと一緒にお風呂入って一緒に寝たらいいじゃん。それを平然とできるのはソフィアちゃんだけだよ。全職新一のわがままボディなのを自覚しなさい、ロリッコ。みんななんでそんなグイグイいけるの。私なんか恥ずかしくてなかなかいけないよ。でもそのおかげで主からことかちゃんのところに行く確率高いからね。さっきだね、恐ろしい子。結果先輩まで。私は毎日会うから、そこまで会うことに悩むことはないわね。ソルテ様が生活管理してから一緒に寝ることができなくなっちゃったからね。ある意味一番の敵ですね。関係なくアルジ様のベッドに潜るでしょ、あなたたち。パパ様と一緒にハクちゃんとかソフィアちゃんとかカナちゃんとかセッカちゃんとか。全員と添い寝、無ルーでも私は大丈夫だよ。欲張りセットですね、ダル様。さすが専属新一の変態。まあ、パパはお姉ちゃんっ子だから年上の余裕がある子の方が好みって私の中で答え出てるから。いつからパパが年上好きだと錯覚していた。なん？だと、同じ年すっかもよ、ねえ、ことか。そうですね、間違いありませんね。譲らないわね。まあ、こうなることは予想できてました。毎回ですからね。それではまた一人ずつご主人とのエピソードを話していっちゃいましょう。結局それなのね。今回は軽く日常の出来事で、次回から一人ずつ話しましょう。日常なら任せてー。あーやだー、かわいいわー。ねえねえ、お姉さんといいことしない？ナル様、絶対配下の前でそんなこと言わないでね。当然よ、私の手足ごときが、私の恩恵を受けれると思わないことね。まあ、みんなは別だけどねー。一気に変わるよね、面白いねー。でも冷徹ナル様で返事されたら私少し怖いかも。大丈夫だよ、どうあがいても私たちはほんわかナル様だから。そうそう、心配ならムルーしてあげるよ。いやー、大丈夫かなー。一応これが帝国での俺の周りの日常である。俺の組織として攻撃担当のセッカとハク、健康、精神管理でかな、護衛担当でラン、秘書のソルテ。専属チームの半分が毎日同じ部屋にいる状態。たまに各隊の都合でセッカかハク、ラルかカナのどっちかが抜ける時があるけど、最低でも3人体制である。この日は、専属チームソフィアがセッカゲート技術開発所で新しいものを開発したらしい。パトン、遊びに行ったよ。またとんでもない色の薬持ってきたわね。次は何？怖いんだけど。ふーん、これはなんとね、巨人薬だよ。巨人薬？ちょっと見て。パパ様はそこから動かない。今回も研究員の子たちが死に物狂いで見つけたから大丈夫だよ。結果お姉ちゃんも大変な役割与えられたわね。ということでぜひ使ってみてよ。お断りします。なんで？巨人化したら服全部破けるじゃない。確かに。この専属新専用服はカゴとか耐性は上級新クラスの攻撃を全部跳ね返すけど、さすがに内側から破るに関しては耐性なさそうよね。じゃあ帝国では誰も使えないじゃん。俺が使ったらいいんぜ。帝国にも公共猥褻罪は成立しますよ。俺支配者なのに。支配者ならテストで1000点取ってくださいね。一問一点の専門テストとか鬼畜すぎるわ。パパは何点だったの？92点。1割も取ってない。じゃあこれはボツだね。保管しておくよ。そうね、でも前回みたいな。食べたら体内にブラックホールができて、何でも飲み込むことができる薬。に比べたらマシだから、次も頑張ってね。あれは騙されたわよね。勝手に口の中に吸い寄せられるんだから。そもそも私の存在しない物質から生まれたものだからゲテモノがほとんどに決まってるじゃん。そこはメディアでもわからない未知の領域だから研究所が作られたもんだし仕方ないよ。それじゃあ戻るね。ブラックホールに捨ててくるか。せっかくトロピカルフルーツ味にしたのにな。まあ、味見誰もしてないからなってるかわからないけど。よし、帰ろ。こらー、ソフィアー。どうしたの？もう閉店ガラガラ、また来週だよ。あなたまた変なものをブラックホールに捨てたわね。うん、だってあれゴミ箱じゃん。自然現象を勝手にゴミ箱扱いしない。さっきからブラックホールが巨大化してるのよ。なんとかしなさい。うん、そや。そや？いやー！マリナー！それじゃあ寝るね。毎度読めない子ね。
動。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も、楽しんでいってね。